参議院二区とは、日本の参議院議員通常、選挙における定数4人、改選数2人の選挙区。改選議席が2人となるため、2大政党制に近づくと、第1与党と第1野党の2つの政党で議席を分け合う一方で、第3政党が議席を獲得することが難しくなり、無風選挙となりやすい傾向が見られる。十五年体制下においては、熊本県選挙区など、 保守的な選挙地盤である、選挙区では自民、保守系候補が二区で二人当選して、議席を独占する事例は珍しくなかった。しかし、55年体制が崩壊し、1990年代の衆議院議員総選挙の選挙制度において、小選挙区比例代表並立制が導入されたことで、政界再編が起こり、議会第二党が革新政党である日本社会党から、 新進党、民主党、立憲民主党といった保守政党に代わり、一定の地盤を持つ有力保守系政治家、保守系候補が出てきたことによって、自民党が二区において議席を独占することは難しくなった。二区において公認候補二人が当選した、議席独占したのは1998年の第18回参議院議員通常選挙における、 群馬県選挙区と鹿児島県選挙区における自民党が最後となっている。また、野党勢力の候補が二区で独占した例としては、1995年の第17回参議院議員通常選挙における北海道選挙区や長野県選挙区や1998年の第18回参議院議員通常選挙における京都府選挙区など、数は少ないながらも存在する。 新進党が回答して非自民勢力が民主党を中心とするようになった1998年以降に二大政党以外の第三勢力が二人区で議席を獲得した例としては2013年の第23回参議院議員通常選挙におけるみんなの党による宮城県選挙区、日本共産党による京都府選挙区、日本維新の会による兵庫県選挙区、2019年、 第25回参議院議員通常選挙における日本共産党による京都府選挙区がある。ありがとうございます。